みんな元気。あーもうそうですよ、タイトルの通りですよ。はー、ザコチューバーです。いいですよね、好きなことで生活できてるセレブさんたちは。僕は好きなことで生活できません。だから働きたいと思います。あー悔しい。前回就職したところには、実はちょっと会社に YouTube のことがバレて、ちょっとそこから気まずくなって仕事クビになっちゃったんですけど、でそこからまあ貯金とかで生活してて、まあ今に至ったんだけど、まあ、好きなことで生きていけないザコチューバーヘタレビーボー。今日から実は初日もう面接とかも済んでて、とあるね心優しい会社がですね、あ君いいよ採用みたいになってくれて、元気いいじゃんみたいな感じになってくれて、雇ってくれるとこがあったんで、ちょっとそこに今日行ってきたいと思います。なので今の朝6時に撮影してるんですけど、ここからちょっと着替えて行ってきたいと思います。と借金、ほら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 、ダサいでしょ、ダサいよね借金。はい、いいですよねこの縛られてる感じ。どうすかこの社会一般の中に出てくザコチューバー、縛られてます、イエーイ。ってことですね、もう僕はこういう生活になってくんで、アンチの皆さんおめでとうございます、ザコです。とりあえずね動画更新もまあね、なかなか最近毎日できなかったのもね、まあ一日起きとかなっちゃって、でもまあこれからね、どんどんはっちゃけて、もうせっかくもうザコだザコとしてはっちゃけていきたいなと思うんで、まあなるべく毎日8時に、ちょっと明るくね、なるべく毎日8時明るくね、明るくね、明るくね、あ、でも元気が明るいってことは、俺の未来も明るいかもしんない。なるべく毎日8時に更新していきたいと思うんで、よかったらここのチャンネル戻ってきてください。まあなるべく1日おきぐらいにね、できるようにします。よくわかんない。あー、好きなことで生きてきて、ちくしょう、ザコチューバーです。これからもよろしくお願いいたします。シャキーン。ではまた明日かな、明後日8時ぐらいに会いましょう。ピー。悔しい、ちくしょう、わー。まあでもですね、まあ会社でね、世間に出て学ぶことも多いと思うし、ポジティブに捉えて頑張っていきたいなと思います、イエーイ。ポジティブにと、ああ、チャンネル登録してね。昔の俺。